ハルビンのロキヨシ銀行の建物のロキヨシ銀行は、ロシア帝国の中国における権益を代表するために、設立された、フランスの銀行。1895年12月、パリでロシア大使館により設立された。セルゲイ・ビッテの主導で、ペテルブルク国際銀行頭取りのアドルフ・ロススタインと、パリバトリシマリ締役、エドワール・ノーツリンが提携した。 日本で最初の視点を長崎に開いた。1894年に露ツ同盟が締結された上、下関条約の賠償金を払うために、新国が借款を募集した際、それを露ツ銀行団が引き受けた。これらを契機として設立された露シ銀行は、目的を露シ館小取引の決済やシベリア鉄道の観光などとした。 創業資本金は600万ルーブルである。そのうち後、8がオタンゲルなどのオートバンクとベルギーのソシエテジェネラルによる出資で、3、8がディスコントゲゼルシャフトからロシア系銀行家を通して払い込まれたものである。パリはとクレディリオネもフランス側出資団に参加した。上実の出資割合にかかわらず、ロキヨシ銀行は定管で業務の相当部分に、 ロシア増商の認可を必要とした。サンクトペテルブルクに現存するロキヨシ銀行ビル1896年9月8日、許可ゲスミとサンクトペテルブルクで、統制鉄道の付設に関する協約を結んだ。この鉄道会社には、ロキヨシ銀行が資本金500万ルーブルを全額出資、鉄道の建設を取り仕切ることになった。一方、新国は、 鉄道経営に参加するため500万個平均を、ロキヨシ銀行に出資、同年末に全額を払い込んだ。キヨシが参加した後で、資本金は900万ルーブル、準備金28万ルーブル、総資産3882万ルーブル、支店は国内外に18カ所あった。ロキヨシ銀行は1898年の計、交戦契約と不設借款に関するベルギー資本や、 再建を預かり、新国の金融取引を担った。ベルギーの関係したためか、翌年末やっと、フランス人取締役が任命された。1898年6月、12000株の増資を決定、さらにそれをロシア帝国国立銀行がすべて引き受けた。1900年6月において、ロシア税は4割、フランス税は2割の株式を保有した。 このフランス税から、ソシエテジェネラルとクレディリオネは脱落している。代わりに、利口商やホープ商会に加え、ディスコントゲゼルシャフトなどのドイツ個人銀行が名簿に出てきている。ロシア税のイニシアティブで、ロキヨシ銀行は、同じバリバ由来のインドシナ銀行と、中国市場を分割し合うような競争を展開した。ロキヨシ銀行横浜支店ロキヨシ銀行は、長崎に続いて、 横浜と神戸に支店を開いた。資本は長崎5万円に対し横浜、神戸がそれぞれ20万円であった。1904年2月上旬、日露戦争の開戦で日本の全支店を閉鎖。翌年12月に横浜支店再開。1920年に神戸支店再開。長崎はついに再開せず。長崎ではホームリンガー商会へ代理店を移植。 オリエンタルバンクバリの経営拡大を見せたろ、清志銀行であったが、1903年に極東支店の放満経営が視察により明らかとなっていた。日露戦争中も10%近い配当を出すほどの利益を上げたが、1907年強行にあって経営危機に陥った。経営危機を自力で切り抜けることができなかったろ、清志銀行は他行との合併により打開しようとした。 まず、シベリア商業銀行との合併が検討された。これは、最終的に実現しなかった。1909年のシベリア商業銀行頭取りは、同行創設者の息子であったが、以前に、ロキヨシ銀行で会計係を務めていた。ロキヨシ銀行はコネクションを頼ろうとしていた。シベリア商業銀行は1872年6月に、 資本金240万ルーブルでエカチェリンブルクに設立され、増資を繰り返して1909年1月には1000万ルーブルとなった。新株のプレミアムが重当された積立金は500万ルーブルもあり、さらに特別積立金が130万ルーブルあった。主要株主はドイツ銀行であり、議決権はドイツのユダヤ資本が握っていた。1909年10月に シベリア商業銀行との合併案は決裂に終わった。翌月から北方銀行、ロンクでノール、ロシア語で言うとの合併が検討されるようになった。北方商業銀行におけるコネクションは、設立時に経営委員会席の多数をロシア人が占めるものの、役員会はソシエテジェネラルの支配下にあった。北方銀行はソシエテジェネラルのロシア市会社である。 1901年9月18日に資本金500万ルーブルでサンクトペテルブルクに設立された。パリバとパリ連合銀行の協力も得て1906年に資本金を倍増させたが、同年からロー・ウェスティングハウスによるサンクトペテルブルク支店の付設をファイナンスした。そして1909年までに49もの支店を次の地域に展開した。サンクトペテルブルク周辺のほか。 南から順に現在でいうところのウズベキスタン、アゼルバイジャン、ジョージア、モルドバ、ウクライナ、ベラルーシ、リトアニア、ラトビア。1910年8月、北方銀行と合併して、ロア銀行となった。役員は席を、ロブツで、ほぼ半数ずつ分け合ったが、重要ポストはやはり、フランス勢が占めた。そして、ロシア軍事産業の元幹部を、次々と支配下に置いた。 また、顧客に、爆油油田の石油会社やシベリアの金鉱産会社などを持つほか、そのが広い営業を展開した。1911年にレンスキー金鉱山会社の株式を購入し、もともと経営に参加していたギンツブルク商会とシンジケートを組んで株式を分割した。後に、ロア銀行は、ペテルブルク国際銀行とレンスキーの経営を掌握した。 やがて、ロシア革命により、支店が整理統合された。1917年12月の法令で、ロア銀行は2ヶ月ほどかけて、国立銀行に編入された。ペテルブルク国際銀行も同様である。ロア銀行資本金の3、4を保有するフランス資本は死に物狂いになった。まず、ギワダン事件の賠償金が、ボリシェビキに渡らぬよう中華民国に弁済を、要請した。 他には次を例とする権益を守らなくてはならなかった。中国の関税収入を協定により、香港上海銀行とロア知遂行場にで分け合うもの、そして1916年に契約したハルビン、ブラゴベシチェンスク間鉄道の不設経営借款引受けといったものである。シベリア出兵と並行して銀行経営が分裂し、結果としてパリ支店が本店に格上げされた。 1924年9月22日、調査人がソ連と協定したので、ロア銀行が決めていた、東西鉄道の経営人が、ソ連政府の派遣したメンバーにそっくり変わった。これをきっかけに、満州支店で取り付け騒ぎとなり、年明けに資金は枯渇した。もはや銀行をフランス資本に取り戻すことは困難となり、フランス人役員は、ロシア人に席を譲るようになった。 1926年9月26日パリの外為市場で500万ポンドの損失を出して2日後にロア銀行は生産された。ありがとうございます。